熱海で町づくりをやっている市木と申します。よろしくお願いします。私たちはとにかく地域っていう、ローカルな視点からいかに社会課題を解決していくかということに取り組んでいます。皆さんもご承知の通り、こうやって縮小してしまっている、日本の社会の中で地方っていうのが、非常に衰退をしてきてしまっております。その中でも私たちのですね、町である熱海の町っていうのが、非常に課題先進的な地域でもあるということです。その町の中で私たちは主にですね、これまで中心市街地ですね、衰退してしまったそこの中心市街地の再生をしてきました。まだまだいいものはありつつも、やっぱこういう状態なわけですね。非常に空き店舗もたくさんあってという状態になってしまっている、典型的な地方の都市の状況だと思います。その中で私たちはこうした衰退してしまっているところ、シャッター街になってしまっているところを再生していこうという取り組みをこれまでしてきました。今までのやっぱりアプローチではうまくいかないところを違うやり方でやるということで、10年前に町盛りという会社を作ってこの課題に挑んできました。その中で現状も調査しながら、エリアの再生の戦略を描きつつ、ちっちゃいエリアからどう波及させるかということをですね、ずっと取り組んできております。エリアのビジョンや、そしてエリアにどういう人たちを呼び込んでくるか、来れば一番こうインパクトがあるのかということを考えながら、今までエリア再生をしてきました。やってきたことは、そこからはとにかく10年前から一個一個空き店舗を借りたりして、投資して、そして再生して店舗を経営してというところが最初ですね。それを一個一個まずはやっていくということ、それを積み重ねていくと、もうとにかく、もう市場にも出てこない空き店舗、こういうものを一個一個、再生していく。でこういうエリアにこういった点をですね、打ち続けるということを、とにかくやってきました。そうした中で、だんだんですね、こう中にはやっぱりこうエリアにだんだん波及効果が出てくるってことなんですね。周辺のお店も活性化してきたりということも起こってきましたし、そういうものにインパクトを与えるのには何が重要かというところも、コンテンツもだんだん分かってくるようになってくるということも起きてきました。そしてだんだんとこのエリアに新しい、プレイヤーが入ってきて、そして人通りも増えてきてってことが起きてきました。結果今どうなったかというと、空き店舗が今この通りなくなりまして、そしてエリアの人口も増加していく、そして雇用も今年々増えてきているということですね。そして地価も上がってくるという形で、私たちが当初目指していたようなところが、すごく小さなエリアでは再生してきた。だからこそですね、あとこのその他のですね、熱海市の施策とも融合しながら、宿泊客数も回復をしてきたと。今ちょっとコロナで大変ですけれども、こういう状況になってきました。で経済的な面だけではなくて、コミュニティの再生というところにも取り組んできまして、お祭りとかそういう地域の伝統文化みたいなものも再生をしてきたということにもなりました。そしてですね、この取り組み、私たちの会社で取り組むだけではなくて、やっぱりもっとやっぱこういう取り組みをしていく人が増えていかないといけないということで、これ行政とも連携しながら人材育成の取り組みも、様々してきております。創業支援含め、そうした中でですね、こういった取り組みに、加わっていく輪がどんどん今広がってきておりまして、中にはやっぱ起業していく人たちもいるので、そこに対して私たちも投資したり経営参画していく中で、よりまちづくりの取り組みを推進していくということもやってきました。そしてですね、だんだん周辺のエリアも含めて今再生してきたという状況ですし、それ以外にですね、熱海の街中で起業して地域課題を解決していくようなプレイヤーが続々と生まれてきていると。実はこのコロナ禍の中でも、そういうプレイヤーが続々とお店を出したりとか、何か事業を始めたりとか、そういう人たちが増えている状況です。で、ここからが今日皆さんにも投げかけたい、お話なんですけども、この私たちがやってきたこういうエリア再生のモデルですね、これを、悪循環に陥っていたところを、好循環に変えていくということがですね、この小さな中ではできてきました。それが行政の課題も解決することにもつながっているというふうにも思います。そしてこれまで取り組んできた、プロセスですね、そういったものもだんだんこう分かってきた部分があります。だからこそ私たちはこれからこれをやっぱりどう他のエリアにも展開していくか、他の町にも展開していくかということを考えていきたいと思っています。一つは熱海の町でもまだまだそういうエリアいっぱいあります。なのでそこに、そういったものを人材育成と合わせて、生み出していきたいというふうに思っています。熱海ですね、2ヶ月前には、このような、土石流の災害もありました。
実は今回のこのエリア再生の取り組み、こういった復興にも役立つんじゃないかというふうに思っています。はい、そしてですね、熱海内だけではなくて、こうした、これからですね、今他の町でも、いろんな取り組みをですね、始めています。はい、でこうした静岡県内にも展開していったりとかいうところで、次々と今新たな若者たちがなんと町をなんとかしたいと思いつつも、なかなかこう成果が出ていないというところに、サポートしながらやってきていますので、こういった取り組みですね、モデル展開にぜひ皆さんの、リソースやお知恵やというのをお借りして、お金の面も含めてですね、復興やこういったところにお知恵をお借りしたいと思います。またもう一つですね、ただその展開していくだけではなくて、私たちもっとこの地域再生のモデルも進化させていかなきゃいけないなと思っています。そこで皆さんにはですね、この実験ができる町へということを考えていて、やっぱりその地域っていうところからいかに社会のサステナビリティを高めていくかっていうのは私たちのもともとのミッションでもあります。今までやってきたことに加えて、環境の面も含めてですね、どうしてもやっぱ課題が進んでいくスピードが速くて、私たちだけではなかなか解決していかない、そこにですね、ここにいらっしゃる皆さんのような方々にお力をお借りしながら、こういった空き家、もう全国でも一の空き家率っていう空き家の、熱海の空き家だったりエネルギーだったりですね、そういったテーマを、やっていきたいと。でただ皆さんに頼るだけでは、どうしても地域の中で雇用も生まれてこないので、やっぱ地域の、今生まれてきているいろんな事業者さんたちと一緒に、事業を生み出していくということをですね、やっていきたいと思ってますし、私たちも今そういう取り組みをすでに始めています。そういった意味でですね、こういったさまざまな地域の事業者さんたちいますので、こういう人たち と一緒になって事業を生み出していったり、あるいは今ある会社さんとはこういう企業研修のプログラムを生み出したりもしてきています。こういったところに参画していただいたりもしながらですね、この課題先進地の熱海を使って、熱海を皆さんに使っていただけたらと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。